皆さんこんにちは。いい時間帯ですね。原博美です。 J リーグ TV 始まります。今週のピックアップマッチは6月27日日曜日に原さんが見てきた明治安田生命 J2 リーグ第20節レノファ山口対大宮ルディージャの試合です。ホームの山口は連勝が止まってからは5試合勝利なしで現在15位、対する大宮も14試合勝ちなし、順位は21位と両チームとも苦しんでいるという試合ですけども、山口の維新山口駅から行くとさ、維新スタジアムってあるでしょ、はい、それがスタジアムで、そのもうちょっと2キロぐらい先に湯田温泉ってのがあるんだよ、有名な。あ、湯田温泉、そこの温泉街があるの。温泉街、昔ながらっぽい。いつもそこに泊まることにしてんだけど、今日早く帰ってこなきゃいけなかったんで、福岡まで夜のうち移動しなきゃいけなかったんで、はい、これが中原中也美術館っていうのがあるんだよ。中原中也ってこの辺で生まれたらしい、どっかあの山口のどっかで。そんでその後、まあ鎌倉座の東京の方に行ったらしいんだけど、まあ、その美術館に入るかなと思ったんだけど、その隣っていうか前に、これが足湯温泉なんだけど、だからコーヒー屋さんなんだけど、足湯に浸かりながらコーヒーとか全然飲められるの。いいですね。ここ空いてる、前行ったんだよな。で、ここ空いてると思って覗いたら結構混んでたから、やめたの。混んでたから。もうなんか、池みたいな、あの、とこで座ってて、なんかお茶飲めるのもあれば、はい、あの、普通のテーブルがあって、下が温泉とか足湯になってたりし、だから割といいんだけど、混んでたから、写真だけ撮ってやめました。早く着いちゃって。あ、そうだった、ね、でこれがその足湯のちょっとその向かい、蓮向かいぐらいにあるこの昔ながらの山口って、ほら、あの獺祭とかさ、なんか日本酒有名じゃない。そうですね。でこれが昔ながらの造り酒屋みたいな、そんな雰囲気あるだろ、これ。へえ、いいですね、これ。いいんだよ、獺祭って書いてますしね。あ、書いてある。だからそういうのが、あの、ぜひね、その維新スタジアムよりちょっと足の伸ばせば湯田温泉なんで、はい。で結局そしたら隣に観光案内所があったんだよ、造り酒屋の、はい、でじゃあ日帰り温泉っていうのはあるんですかねって言ったら、あの近くにあるって言って、今日やってるのはここだって言われて、ここに行ったので、あ、なんか温泉も今あんまり入ってないんじゃない、俺も行ってないし、はいはいはい、だけどちょっともしかしたら空いてるかもしれないから、一応入るだけ入って混んでたらやめようと思ったら、うん、空いてたんだよ。でここに入ってきた。そんでなんかちょうどお風呂入った時にさ、2人ぐらい若い人たちが出てきて、はい、混んでるかどうかこう脱衣所でさ、もし混んでたらもうやめようと思ったんだけど、はい、2人ぐらい出てきてパッて見たら、お父さんと子供ぐらいしかいなかったから、はいはい、これはちょこっと入れんなと思ってさ、でもさっと入ってきた。あ、そしたら、はい、なんだっけ、その若者2人がさ、はい、風呂から上がってきたらまだいて、あれと思ったら J リーグ TV 見てますって見てますって言われたんですか。じゃあ待ってたんじゃない。だからそれであれって言って、で今日試合行くのって言ったら行きますって言って、だから多分もしかしたら大宮サポーだった、ナイターだからもう止まる気はないじゃん。でそっから2キロぐらいなんだよ、なんだから歩いて行こうと思ったけど、まあ温泉で汗かいちゃってさ、ま、でやっと拭いてまた歩いていくとまた大汗になっちゃうじゃん。でまあバスがあるから、バス停の前で待ってたら車が止まって、原さん乗ってきますかって、あの山口サポーターから誘われだけどまあ映しちゃいけないのもあるし、まあちょうどたまたまその、そしてちょっと後にもうバスが来てたの、まあ、バスがちょうど来たから、あのバスで行くから大丈夫です、ありがとうございますって、優しいね、山口のサポーターは。ありがたかったよ。スタメンはこのようなスタメンとなりました。原さん、ちなみになぜこの試合に行かれ選んだんですか、この試合を。ちょうど山口に行ってなかったんでね、はいはいはい、この試合をやっぱり一回見ないとと思ってた時に、そしたら大宮の監督が下田監督に変わったっていうのがあって。あ、そうだったんですね。うん、そうだね。映像とともに試合を振り返っていきたいと思いますけども、うん、前半8分山口の攻撃のシーンです。右の河合パスで、河合のクロスに高井がセルもクリア。まあいいボールだったけど、中もねしっかりこう、誰だっけ、河本、はい、だよな、大宮の、はい、まあ、しっかりこうやっぱり体ぶつけてたし、競ってたかな、うんうん。その直後9分、山口のコーナーキックですね、側は池上。ああ、これあったね、これ多分サインプレーで狙ってたんだろうけどね、うん、ショートコーナーと見せかけてスペース開けて、
転がして、まあ、ただ大宮の方もなんかこう最後体投げ出したりね、うん、ああいうちょっとしたこういうことでコースがずれたりっていうのはあるんだよね、うん、続いて17分ですね、大宮の攻撃のシーン見てみたいと思います。石井がボールを奪って松田が受けて黒川へ入れるも黒川が枠を捉えきれずですね。まあなんだ、大宮も今これ見てわかるように取った後は割とシンプルにね、前にこうボールに向かってるっていう、はい、その勢いはこう少しずつ戻りつつあるのかなっていう感じでしたね。なるほど。続いて32分に試合が動きます。こちらで自陣でカットして、小島がドリブルでこのまま駆け上がり、左サイドの走ってきた尾長へパスと、でこのクロスのこぼれ球を黒川が押し込んでゴール。黒川は今季初ゴールですね。初ゴールなんだね、はい、もっと点取んなきゃいけない選手だよね。うん、あでもこの小島っていう左利きのアカデミー出身の選手もあの水戸にいたのかな、水戸にレンタルされてて、あのすごい面白いボールの持ち方するし、黒川も左利きなんだよ、はいはい、だもっともっとゴールに近いところでプレーすれば初めてだよなっていう選手じゃないよね。あそう、うん、いろんなこともできるし、まあ、ただ監督が変わってあの今がワントップだったかな、で小島がそのトップ下にいて黒川が左、はい、右にあの松田って、これ横浜 F マリノスから来た選手だよな、はい、で相模原とかでもやってたけど、まあ、これはドリブラーだよな。で途中からあれじゃないの、小野っていう41番のもアカデミー育ちな、大宮のな、あと大山とかさ、うんうん、はいはい、大宮もなんかこうアカデミー育ちでいい選手もいるし、あとこの試合で言うとやっぱり帝と石川、うん、7番5番はもうめちゃくちゃ動いてて戦ってくるね。ああで両サイドの尾中と、まあたりも結構やっぱ攻撃になると出ていくから、うんうん、前に行く勢いっていうのは結構あるかなっていう、戻りつつあるかなっていうふうには見えたけどね。うん、なるほど。まあ連続の方があれだな、ちょっとやっぱりこう3バックで回すんだけれど、はい、すごくこうみんな考えながらこうプレーしてる感じ、あそうだ、ね、頭で考えながらこうプレーしてる感じなんだけど、例えば3バックだけどこのサイドの手なんて、うん、だこういう選手とかもっとガッてチャンスなら上がっていけばいいんだけど、なんか3バックは全然崩さないんだよね、多分あの後ろの方でも。だから割と大宮はやりやすかったというか、少しあの頭でっかちになりつつあるかなっていう感じで、山口の方はあちこち考え頭で考えて、じゃあ次どうしようとかっていう感じ、あの取った後の出は大宮の方があの点取った時だけじゃないけど、やっぱりちょっとシンプルかなっていう感じはしたね。前半はそのまま終了となりました、うん、で両チームとも選手交代ないまま後半に入ります。49分、大宮の攻撃のシーンですね。石川がこれをカットして黒川へパス、で左また上がってきた尾長へ渡り、尾長のクロスのこぼれ球を黒川が落としてまた尾長。割とやっぱりこう奪ってさ、であの言ったように奪われ方も山口の方はこうなんかみんながこういいことをやろうとしてこう繋いだら取られちゃうみたいなのがこういうのが多いんだよな。うん、でこの大宮の方が割とシンプルに取ったらこうほら5人ぐらいこうやってボーって前に出てきてさ、そのまんまの勢いでこうシュートまで持っていけてるかなっていう感じでしたね。尾、うんうん、長選手よく左サイド駆け上がりますね。尾長は結構上がってた、まあもともと攻撃が売りみたいな選手だからね、だから彼を使うならやっぱりああいう攻撃的な良さを使わないといけないんだろうなと思う。75分、山口の攻撃です。あの大宮もなんかやっぱり14試合勝ってないから、はい、悪くないのにもうこの時間帯から割と下がりすぎちゃって、あのまあそうだよな、勝ってないチームってもう守ろうって意識が強くて、こうずるずるこう下がりすぎてる感じはあった。この時間ほら どうしてもこうちょっと下がりすぎちゃってるかなと思って、ほら人はいるけど行かなくてシュート行かないですね、はい、感じの時間帯だったね。池上がシュート打ってきたけど、これね人はいるけどやられちゃうっていう典型に近いよなこれな。この44番なんて言ったっけな、石川か、これ結構いいよ。あーそうですか、うん、結構面白いプレイヤーだった。あのねボールの持ち方とか、あとキックもね無回転ボールみたいなのを蹴ったりとか、なんかこうすごく面白い選手なんだろうなって思って見てたけどね、時間がそんな長くはなかったけど。でここで得たコーナーキックのシーンですね。まあこれもだから山口チャンスだったけど、やっぱ大宮の方はまあ一応最後までこうしっかり体ぶつけて競ってるっていう
ちょっとしたことがやっぱ大きいんだろうなと思うけどね。うんうんうん、81分、大宮の攻撃のシーンですけども。これなんかカウンターになったんだよな。はい、で、小高がまた出てくるんでしょ、これ。これは。これさ、クロスが上がって、これ石川だっけね、詰めてて、で、避けようと思ったらぶつかって当たって。いやで、そうです、ね。初キッチだっけ、とあの後から出てきたらね。はい、彼も、なんか誕生日だからなんかなんだよな。あでもゴールだってキーパーもいないし決まったと思ったら味方に当たって味方がしかもそれが出ちゃったっていうさしかも当たった瞬間にそれがオフサイドだっていうさ確かになんかちょっとチンプレーっちゃチンプレーだね、これ避けてる方にやっちゃったんですね。そう、それで出ちゃったんだよ。でまあハスキッチもなんかこう逆サイドに決めればよかったのにと思うんだけどあえてそっち蹴ったらちょっとなあこんなことあんだっていうシーンだったな。ただやっぱり大宮の方がやっぱりこう割とシンプルだけどこう出ていって前向きな勢いっていうのはちょっと戻りつつあるのかなっていうところだね。まあみんなが信じられないっていう顔してたよ大宮の人たちがね。これハスキー選手からしたらコースそこしかなかったんですかね。キーパーも出てきてるからあーキーパーも来たからな、はい、だから石川もこれもうゴールの中に入ってしまえばよかったよね。そうですね、あの網野の方にブワッとでもただキーパーにここ邪魔しちゃいけないと思ったつもりはあるんだろうけどね。そしたらここによ逃げたつもりが逃げた方に当たってクリアしちゃったみたいになっちゃったからな。だからこれゴールの中の網の方に行っちゃって入っちゃったら多分もう中にいたって関係ないっていうかねもう関与してないってなったんだと思うんだよね。そうかこういう時はもうゴールの中に入ってるのが一番いい、ね、入っちゃった方がいいと思うこれ、うんうんうん、ちょっともうプレーはあのまあ中だからな中の方は大丈夫だと思うよ、うん、それで当たってオフサイドは関係ないっていうか、うん、そうですね、うん、合ってれば試合はこのまま終了となりました。まあ大宮はなんか15試合分の勝利だったから本当にすごい優勝したような喜びって言ったら、ね、本当そうですね、まあ、勝てない時って本当に勝てないからやっぱり久々の勝利っていうのもあったんだろうしね。うんで山口の方がやっぱりちょっと硬かったかなっていう後ろにこう人が3人3バックいるんだけど、はい、もうちょっとなんかこう前への勢いというかさこれどうしてもこう考えてみんなプレー考えてなんかこうプレーするっていう感じに見えちゃったな。ポゼッションをするチームっていうのは最初そういう傾向にあるんですかね。どうなのかね。まあなんだろうその体よりもこう感じたことをポンってプレーするよりもやっぱりこう考えちゃう、いろいろあの言われてたりするのかもしれないし、うん、チームの狙いもあるから頭で考えてる感じ、うん、自然にプレーしてないっていう、うんサッカーはやっぱりいい時のチームとかってやっぱシンプルじゃない、うん、やっぱりこうチャンスがあればピョンって前にボールが入るし、うん、それをなんかこうワンクッション入るんだよな、うん、みんななんかこう一つ入る感じがやっぱりそれもやっぱり勝てないからなのかすごくこう難しいことを考えちゃってるのかわかんない俺も。でもちょっとスピードが落ちちゃいますからね。ああ落ちちゃってるから、うん、なんとか大宮もひゅっていうこう帰っちゃえば守りきれちゃうっていう感じに見えたね。うん、サッカーを愛する全ての皆様へ J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを熱気を臨場感を一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。